ダブルフックにねちょっと変えてるんですけども、で竿はねアブの4フィートの、ね、ズームサファリの、すごい柔らかいやつなんだけど、こういったね魚にはベストマッチでしょう。あー釣れたよ。おー来た来た来た、よっしゃー。はーい、リトレーターとアブのねズームサファリのセット。おはようございます、釣り子 TV です。今ねハワイの高速道路、そんでね H3 っていうところを爆走中ですよ。ちょっとね山の中に入っていって、そんでもって、渓流の魚を狙ってみようね。久しぶりなんだけど果たして釣れるのか。じゃあね、釣り場にどんどん向かっていきたいと思います。見てください、このジャングル。いやー山の稜線とかね、あと雲がね張っていて、青空と最高の景色ですよ。さあ H3 のメインイベント、トンネルがあって、で今これジャングルの中ね走ってますけども、このトンネルを越えたところの景色がまた最高。じゃあねトンネルに入っていきたいと思います。街が見えてきた。ねえ、本当 H3 ってね走ってて気持ちいい。スピード制限はね60リミットって書いてあるから、60マイルかな。おお、すごい景色。来たなーって感じだよね。こっちも天気いいな、これは。さあ、こんなね、ね、岩の隙間。で、ちなみに針は、小森さんとこのね、スーペリオってね、針。これのね、6番サイズ。すごいね、小粒な番手の針を、こういう細かいところに、ああね。で 2.5 グラムの重りを使ってるんですけども、お違うか、おそれぐらいの重りプラスワームの重さ昇和してもね、こうちゃんとアクションがピン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 ってできるから。でもまあ使ってる感じは 1.8 グラムとかの方がもしかしたら操作しやすいかもしれない。これだとね沈むのがちょっとスピーディーなんで。ただあのちょっとしたゴミ溜まりの、おっとっとっと、おそんな話してるそばから3匹目、あいた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 、はいはいはいね、2.5 グラムでちょっとね表層の釣りをしたところを全然ね反応が得られなかったんで、ちょっと 2.5 グラムでしっかりそこにいるエビみたいな感じで使い出したら当たりが出だしましたよ。ワームは引き続きゲイリー山本のディトレーターのこんなね組み合わせ。んでもうやたらいいとこにかかるな、このね小森さんフックですね。はい、じゃあ逃げてもらいます。ありがとう。おー元気元気元気。なんかねやっぱりスモールだから小さいなりにギン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 って引くんだけども、その引きを今のところねこれゲイリー山本のディトレーターで、ここはねすごい本当いい時に当たれば当たりがすごい多い釣り場だから、ノンソルトでね、ノンソルトの方がちぎれづらいってのがあって、でズームサファリとのこんな組み合わせで投げております。2匹いたよ。じゃあ3匹目いいんじゃないの。この岩の際でウィドスト気味にドリフトさせてたら走ったけど、
どうだろう。さすがに擦れちゃったかな。したらこっちのちょっとややこしいところ。おお、走った。いたね。今ね、糸走ったよ多分。おっしゃ、食った。おお、ちょっとサイズアップ、サイズアップ。おお、入れ食い入れ食い入れ食い。ズームサファリぶち曲がり。いやー、いいね。この曲がり。ちょっとねサイズアップだからね、この竿の曲がりなんかも見てもらいたいんですけど、いやー引くね、うお楽しい。入れ食いポイント発見。寄ってこないからね、これこんな感じでね。いやまあまあそんな大きくないんですが、ちょっとサイズアップいいとこ入れたらね。はい、あー虎模様綺麗に出てるね。えわー、ありがとう。ディトレーター食っちゃったね。ゲイリーのディトレーターね。あーで、ちょっとこうオフセット仕様にしてちょっときついとこにも投げ込める。まずこいつはね逃がしてあげます。はい、ありがとう。ちょっとサイズアップしてくれたね。はい、でまあ引き続きなんですけど、このね短竿を使ってこういう厄介なところにねチュ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 って入れてね釣る、そんな展開をしております。じゃあ引き続きね、今ねちょっとサイズアップしたからね、目指せ30センチって感じですかね。頑張ってみます。いやー、ここよう釣れんな。なんかちょっとねここは釣れんだろうってところね、一番最初やったところが、まあ獣道もねすごいあったから人がいっぱい入ってるのか全然ね反応がなくて、そんでもってちょっとね今ポイントを移動しながら探ってるんですけども、具合いいですよ。ズームサファリいいね。このねほんとねこれが人気出てね、これのベイトも、おっしゃ食った。おちょ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 、またでかい、またでかい。いいうおと止まんねえ、止まんねえ、止まんねえぞ。やばいぞこれ。いやいやいたねえお前。おーっしゃ、ありがとう。はいはいはい、ありがとうありがとう。わあ、ここすごいな。はい、ズームサファリで入れ食いモード入ってます。はい、ジャングルフィッシング楽しんでますが、ちょっとサイズアップいいでしょうねえ。リトレーターで、で、竿はね、ズームサファリなんですけど、入れ食いポイントを見つけてね、これ、ちょっと長いでしょ。ああ、すごいよく引いてくれた、スモールマウスバスね。こんな感じで釣れるんです。いやー、ワームはね、リトレーターで、4ピースの、マルチピースロッドアブの、ズームサファリ。この組み合わせでね、で、PE ラインでパワーフィネスみたいな感じで、スモールと遊んでもらってまーす。はい。で、さっきからずっとね、このオフセット仕様のジグヘッドリグみたいな感じの釣りをしているんですけども、針の番手は6番ね、スーペリオフック、小森さんのスーペリオフックの6番サイズをこんな感じで仕込んで、で、この短い竿をね、これが本当もう画面に収まってるかな、こんな短い竿なんですけども、バットにはね、しっかりね、針を持たしてあるんで、魚がしっかりいなせるっていうことで、ほんとね、使いやすいです。じゃあね、引き続き、釣り歩いていってみたいと思います。うお、ねえこれ。超、魚溜まってそうじゃないですか。どうしようか、どっからやろう。絶対釣れるだろこれ。どうしよう、なんか超釣れそうなんですけど。
釣れそうなんですけど、ジョイクロは引っかかっちゃうから、トップウォッド、さすがにこういうのはねえよな。これでかすぎですよね。NZ ジュニア。チャパチャパやってたらガバーなんて食わねえかな。一応投げるんじゃなくて落とす感じだから、まあ、最悪引っかかったら上からズビズバーって取りに行くとして、ビッと、さすがにないか。ここ一番あ、やべ、さすがにないっすか。ないっぽいっす。レゼルブジュニア、ないかな。でもー時期的には、1月、せっかく南国の島まで来たんでね、トップウォーターで釣っときたいよな。ないかな。もうちょっとブッシュとかが絡んでないと厳しいか。で、これ小場所はワームか。リトレーターのカバー打ちを仕掛ける。ちょっと浅すぎるのかな。おー食った。あー、もう速攻食ったよ。あー、こういうことなんだね。あー、ごめん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 、さよならさよなら、はい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 。ねえさすがにあの NZ ジュニアだとあれなんだけど、で、まあこういういたね、元気レンスが。おっしゃ、レンチャン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 。
2匹目、今度はどうだ、しっかりかかってるかな。はい、いるはいたんだね。はいはい、ちょっとルアーローテーションしてねやってみたところ、クイバシとやっぱねワームでしっかり探ると釣れるみたいね。この短竿でこの近距離戦制しております。はい、お借りしたねズームサファリで釣りしてみましたけども、この短さから来る快適さってのはねよくわかりました。でどんどん釣りしたいんですが、行き止まりね、帰ります。はい、じゃあねもう夕方なんで帰りたいと思いますけど、これからジャングルのヤブコギだから、これねまたコンパクトにしまって持って帰りたいと思います。よいしょ、これ大活躍だったね今日ね。またね新しいパターンが一つ見つけられました。でポリポリ、もうね姉妹寸法ほんとこんだけね、だいぶコンパクトでしょ。これでバッグに入れてとこんな感じでバッグにしまってね、こんな感じでね、まあちょっとルアーいっぱい持ってきちゃったけどほんとコンパクトにねしまえちゃうんで、なかなか便利ですよ。何せねちょっとこの密林を越えていかないといけないから、はい、じゃあ帰っていきます。じゃあ脱出しますよ。よいしょ、毎度このジャングルは、うわね、人の歩いた形跡を、あ、このラインいけんじゃない、